前回ヤーカンさんが一人で回っている場所です。源氏の滝行ってみたいと思います。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもヤカズです。リゴです。皆さんこんばんは。源氏の滝、こちらに行ってまいりました。このまずこの源氏の滝では源氏の姫っていうこのお姫様がここで身投げをしたっていうふうに言われてるんですよね。また別で少年がその滝壺に身投げをしたとも言われてるんですよ。おそらくまあこれはではないっていうふうに言われてるので、その怨念が未だに残ってるっていうふうに言われています。またその源氏の滝の麓にですね、この糸吉神社っていうのがあるんですが、そこでもなかなかすごい事件が起きてるんですよ。その源氏の滝とこの糸吉神社に今回ディエゴが一人で行ってきてます。はい、というわけで今から一番最初にこの糸吉大臣に行くんですけども、この場所ではですね、平成7年に加納市に住む夫婦が旦那を殺し、木をバラバラに切り刻み、一部をこの糸吉神社の雑木林に埋め、残りの1は鍋で煮詰めてペットの犬の餌として食べさせた猟奇事件があった場所です。この場所ではですね、女性のうめき声などが聞こえるといった噂があります。行きましょう。普通にね、不気味ですね。やっぱりね、夜来るとやばいって言うじゃないですか。すっごいな。揺れてますね。めちゃめちゃパワーを感じますね。で、前回ここでめっちゃ女性の声がはっきり入ってるんですよね。確か。怖いね。やっぱりちょっと怖いぞ、一人だと。ちょっとまだ山か。失礼しました。今回ってる感じはですね、確かに迫力というか力はすごく感じるんですけど、違和感というかそういったものは今のところ感じられません。ただですね、この場所は他にもね、触れなきゃいけない場所があるので、夜泣き石がこちらですね。その横にすごい数のお地蔵様たちが並んでいます。ちょっとここ鳥肌立ちますね。やばいな、なんかな、なんか男性の声聞こえてますけど、
その横にすごい数のお地蔵様たちが並んでいます。ちょっと今先に進みましょう。ああ、そうそう、こんな感じでした。この所々にねお地蔵様がいるんですよ。なんかやっぱりですね、こう力強いんじゃないですか。めちゃくちゃ見られてる感じするんですけど、ちょっと迫力が。いや、結構嫌な感じありますね。いや、なんかめっちゃ怖いですね。ということはやっぱり先ほどの上のお堂、あとこの川沿いってことですね。で、ここを登るとですね、矢和さんが写真を撮っていた場所なんですけど、あそこもね、結構ね、威圧感がすごかったんですよ。はい、お、なるほど。お正月仕様にされてますね。この場所よりですね、地蔵様がいっぱい立ってる滝のあの辺が一番ね、力を強く感じました。はい、ちょっと何枚か撮ってみたんですけど、特にね、変わった写真を撮ることはできなかったですね。この場所ではなくですね、やはりこの下ですよね。やっぱこっちの方が強いぞ、やっぱり。ここめっちゃ不安になるんですけど、はい、とりあえずですね、今全部の場所をですね、パーッとゆっくり回ってみたんですけども、今のところですね、あのなんか大きなね、怪奇現象とかっていうのはですね、あんまり感じれてないんですけど、滝の前、そして地蔵がたくさんある場所、あの場所はですね、悪い何かがいる、そんな感じがして、ちょっと霊感がないので僕にはわからないんですけども、スピリットボックス、トリフィールドなどのですね、ちょっと検証をやっていきますので、一旦カメラ切り替えます。はい、今から検証の方を進めていくんですけども、まずこの場所ですよね、夜泣き石。この夜泣き石からですね、鳴き声が聞こえる、そういった噂があります。ちょっとこの場所でまずはトリフィールド、こちら使っていきたいと思います。
ると寒気するな。やっぱですね、あそこの場所と川に近づくにつれてあんまり良くない感じがするんですよね。今近くにいらっしゃいますでしょうか。ちょっとなんか足音みたいなのも聞こえるんですよね。ここではですね、子供が転落して亡くなっているという情報が、なんか声聞こえたな今。はい、今声聞こえましたよ。なんかめっちゃ足音も聞こえないんだよ。いやいや、なんかこの先滝なんですよね。いや、ここがやっぱ一番嫌な感じする。この大きい石の上にお重様がいるんですけど、もう威圧感がすごいです。はい、滝のところまで来ました。すごく神聖な場所ですね。ただこの場所で実際に子供が亡くなっているみたいです。なんかめっちゃ嫌な感じするんだけど。ちょっとここでスピリットボックスやってみましょう。では行きます。こんばんは。今近くにいらっしゃいますか？こんばんは。今僕の近くにいらっしゃいますか？はい。お話できないでしょうか？はい。びっくりした、めっちゃでっかい声。はい、女性の方ですね。すいません、大きい声を出してしまいました。もう一度お願いします。何でしょう？そのままお願いします。ちょっとこのまま上の方まで上がっていきましょう。いらっしゃいますか？子供。そのままお願いします。先ほど女性の声が聞こえたんですけども、お話は厳しいですか？こんばんは。誰かいらっしゃいますか？気のせい。今直接僕に話しかけました？僕
の周りにいますか？いるよ。鳥か、びっくりした。まあ、若干反応はありましたね。僕の周りにいますかに対しているよって結構はっきり答えてくれました。そして滝の方ではですね、女性の声で結構大きめに何か言ってたのが聞こえたんですよね。ちょっとそれにびっくりして、なんて言ってたかまでかちょっと分かんなかったんですけど、結構大きい声でした。直接今女性の声がね、この場所では聞こえました。今いらっしゃいますか？ではですね、今から前回めちゃくちゃはっきり女性の声が聞こえた神社の方に向かいたいと思います。ちょっとめっちゃ嫌なんやけど、行きましょう。変な違和感というか、そういったものは今のところ感じられません。はい、行きましょう。失礼します。ここに来ると一気に静けさが出るんですよね。なんか神様の場所、そういった感じがします。うわ、トリフィールド若干反応してる。この場所に来た途端、さっきまで無反応だった。やばいやばい、雑木林の方にしてんじゃん。それは怖いって。雑木林でバラバラにされたが、ちょっと待って、怖い。それはちょっと怖い。しかもこの場所で前回女性の声が聞こえてるんですよ。やばいって。え、聞こえ、待って、鳥肌止まらん。260。ただこの先はですね、ちょっと急なのでちょっと行けないんですけど、やばい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 、ただ雑木林から離れると反応が収まっていきます。いい嘘でしょう。ちょっと騒がしくなるかもしれません。すいません。少し撮影の方ご協力できないでしょうか。出会っていきます。こんばんは。お話できないでしょうか。はい。女性の方。いらっしゃいますでしょうか。ちょっとですね、しばらくやってみたんですけど、スピリットボックスの方では反応なかったです。ここちょっと気持ち悪いな、やっぱり。でも というわけで検証の方を終えましたので、最後にですね、定点カメラ、こちらの方を仕掛けていきたいと思います。ではカメラ切り替えます。はい、というわけでですね、
滝のところが一番気持ち悪かったので、そちらで定点カメラを仕掛けようかなと思ったんですけど、ちょっと滝の音がですね、うるさすぎて、多分声とか一切聞こえないと思うので、この夜泣き石、そして地蔵がたくさん並んでいるこの場所で定点カメラを仕掛けていきたいと思います。ダラシメンホラーチャンネルというわけで定点の方を終えました。まあ、全体的にですね、この場所とそして滝の場所がですね、気持ち悪い感じがしました。そして神社の方はですね、前回の声とトリフィールドの反動の場所が一致していました。やはりですね、この周辺には強い霊がいる、そういう風に感じましたね。うわ、ライト切れた。マジで。なんで。はい。ですね。今ちょっと滝の前まで行ったんですけど、滝の前に行った瞬間ですね、何の前触れもなくライトが切れました。まあ多分ただの充電だと思うんですけど、充電の前ね。いつもね、ブーブーブーってバイブレーションが鳴りまして、いつ切れるかっていうタイミングがわかるんですけど、それもなく突然切れました。しかも今ですね、ちょっとスマホのライトも何もちょっと持ってないので、真っ暗なんですよ。まあとりあえずね、すべての検証はちょっと終えましたので、最後の最後で、ライトがバグりました。というわけで、本日の撮影はちょっと、終えたいと思います。以上となります。こわ、最後で。ダラシメンホラーチャンネル。本当に20年前、私が小学生くらいの、はい、時に、まあ、よく夏とかに家族で遊びに行ってたんですよ。全然昼間なんですけど、川に入って遊んでて、はいはい、歩いてたら、なんかくぼんで滝になってるとこがありますね。はい、はい、で、そこに男の子が立ってて、はい、こっちを見てる感じがあって、まあ、その時は、まあ、霊とか全然信じてないんで、はい、誰やったんやろうなみたいな思ったんですけど、はい、まあ、ちょうど滝壺って言いますか、上から水が降ってきてる場所ですよね。あ、そうです、その場所に、男の子が立ってたんですか。はい、はい、そうですね。そっから数年経って、はい、全然源氏の滝とかも遊びに行かなくなった頃に、はい、夢を見て、夢、源氏の滝にいる、はい、で、私がなんか入口に向かって歩いてて、はい、それも多分暗かったんですけど、昼間とか日差しがなんかあったんですけど、ちょっと暗い感じで、はい、そうするとちょっとなんか後ろから気配がして、はい、パッて後ろ見て、トイレらへんから赤い服を着た女の人に追いかけられるっていう夢を 2,3 回ほど見ました。 2,3 回、はい、ごめんなさい、2,3 回その同じ夢を見られてるんですか。あ、そうです。毎回同じシチュエーションで、毎回その同じ場所で歩いていて、毎回その赤い女の人が出てくるってことですか。あ、そうです。うん、でももう入り口から出るとそこまでは追いかけてこないみたいな。なるほど。
最終バスを待ってるみたいです。なんかでもそれ怖いな。また少女と目が合うとものすごいスピードで追いかけられるといった心霊情報があります。滑って落ちて事故につながったことはあるっぽいですね。鳥居を避けて通ってはいけない、神社で拍手の音を鳴らしてはいけない。この場所なんか神隠しに合いそうな気がする。ずっとしっかり移動でゾッとするんやけど、うわ、鏡とかも全部残ってるわ。